枠番通り2つに分かれました3対3、初日のメインカードを迎えます。第12レース予選競争ファン選抜ドリーム戦、進入はインコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番、スタートしました。インコース1号艇菊池、そしてセンター勢3号艇坪井、4号艇板橋です。1マークは1号艇菊池康平が伸び返して先手を取るが、まくり出す3号艇坪井康晴、そのうち狭いところ5号艇佐々木康之、バックストレッチがありますがわずかにこらえる1号艇菊池を内からへさきをかけて捉えるか、5号艇佐々木康之、3号艇坪井康晴3番手、後方6号艇2号艇4号艇、12レーススタートは正常です。2マーク絞り込んでいった1号艇菊池、分回して5号艇佐々木、3号艇坪井、両者でありますが振り切ったリードを広げた1号艇菊池康平が先頭。ドリームレース第12レースインから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。ドリームレース第12レースインの1号艇篠崎、角から4号艇中辻が出ていく、一周1マーク1号艇篠崎が逃げる、4号艇の中辻まくり出していった、続いて5号艇の白塚千也、さらには2号艇前田も逃げました1号艇篠崎。スタートは前提正常でした。1号艇篠崎が先頭、2番手4号艇中辻、その後ろ5号艇2号艇6号艇追走、一周の2マーク先頭は1号艇篠崎、そして2番手ですが4号艇の中辻に仕掛けていった5号艇、2番手ですが4号艇の中辻隆人が2番手をリードしていく、それを追いかける格好となっているのが内側に5号艇のシローズ、アウトから2号艇前田、レースは2周目に入っています。2周1マークトップターンは1号艇篠崎元氏、2番手5号艇シローズに対し握った4号艇の中津の内側から2号艇の前田翔太、2番手は5号艇2号艇4号艇3艇もつれていく、真ん中から5号艇シローズが若干前に出てくる。さあダッシュの3艇から後席上がってまいりました。インコースから1番2番3番4番5番6番枠なり3対3、まもなくスタート1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースからしっかりと1号艇の松井、その横の2号艇3号艇内側が出ていきます。まずは逃げる1号艇の松井を握っていった3号艇、刺して2号艇真ん中5号艇攻めて、あとは4番6番ですがバックスリッチを押し切った1号艇で人気の松井茂です。そして2番手争い2号艇3号艇内から5号艇上がってきて、ふた3号が接戦、後方で6号艇と4号艇並んでいます。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップは1号艇人気の松井、注目2番手争いは2号艇の上条を回った、追っつけて5号艇、その懐3号艇が差し返していきますが、さあ2番手争いはまだまだ固まって2号艇5号艇3号艇接戦でもつれてレーサー2周目とあります。インコースから3号艇5号艇2号艇と3艇接戦状態、続いて2番手争い2周目で出したマーク、注目2番手争いは内から張って3号艇の湯川浩二がいった、さあ仕返して5号艇後方から2号艇も刺していきますが、さあ2番手争いは3号艇と5号艇まだもつれていますがわずかにさばいて、ここで5号艇の上田流星上がってくる、そしてわずかで3号艇の湯川浩二でメイン競争1号3と奇数艇トリオ、あとは2号艇6号艇4号艇のジャン